こんにちは、ナオです。パワープロプティやっていきます。今回はデッキの並び順が非常に重要、宝玉の入り方が変わるぞということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということですね、皆さん日々デッキをこういった形で組んでいると思いますが、実はこの順番が宝玉が入る順番に影響しているということをご存知でしょうか。昨日ぐらいにツイッターでポツポツとそんな噂があり始めて、もう検証された方もいるようです。で、僕もね、これはピックアップした方がいいかなってことで皆さんにお伝えできたらいいかなっていうところでございます。で、今はかぐや、イチロー、そしてトグサ、マニーちゃんという感じで並べております。で、この順番がどういう風に順番するかというと、この、まず基本的な並びが、投手の2年生、そして投手1年生、キャッチャー2年生、そしてキャッチャー1年生という形で、まず2年生優先されて、その後に、1年生が年代の話、そしてポジションは投手、キャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショート、外野という感じに宝玉の入る順番が決まってきております。で、何が一番重要かっていうのが、例えば同じポジションで同じ年代の選手、かぐやとイチローみたいな形で並んでいる場合っていうのは、このデッキの順番を逆転させることで、これか、デッキ確認と。逆転させることで、ここの宝玉の入る、並びを変えることができます。で、今、ちょっと走塁練習にこんな形で並べてあるんですけど、まあ、この、かぐやを一番左に置いていると、かぐやから入って、そして、イチロー。で、トグサに関してはポジションの関係もあって、その下という感じになってます。で、まあ、山浦くんとか、まあ、茅野とかがいるので、とてもわかりやすいんですけど、チームメイトこんな感じで。で、山浦くんはセカンドの2年生で、ポジションがトグさんのショートより優先度前なんで、トグさんの前にいて、茅野に関してはポジションが同じ2年生だけど優先度後なんで、後になってますという仕様になっているようです。なので、まあ、同じポジションで同じ年代の選手がいるときは特に、重要かなという感じでございます。で、まあ、例えばなんですけど、イベントデッキ組んでる時に、まあ、フレンドをこの選手使ってますみたいな、かぐや使ってますとか、いう話になった時には、投手誰か二刀流のキャラをね、左に並べている時は、かぐやの宝玉が優先されづらくなります。で、かぐやの宝玉に関しては、まあ、めちゃくちゃ優先度高いので、できれば自前で持っていて一番左に並べるのが、まあ、得策かなっていうお話ですね。まあ、イチロー選手とか、まあ、広角砲のキャラとか、あとは、使われてるキャラだと、イタドリとかシラセ、まあ、この辺が使われていると思うんですけど、まあ、この辺のキャラクターを左っていうよりは、かぐやのよりは右に配置してあげるといいんじゃないのかなっていうところでございます。で、店名キャラクターのポジションが被ってないキャラたちに関しては、まあこれ別に並び変えてもしょうがないので、そんなに意識はしなくてもいいんですけど、まあ野手キャラで同じ年代で、同じポジションのキャラクターを編成しているときに関しては、ここも同じように気をつけなきゃいけないよというお話です。で、まあ試しに一回これタイプして、かぐやとイチロー選手を逆にしたバージョンもあるので、それを入ってみたいと思います。で、トグサとマニーちゃんも今逆にしたのをこんな感じで置いてあるので、これで入っていこうかなっていうところです。はい。お願いだからセンスだけ出ないでください。センスだけは出ないでください。いいやつも出ないでください。てか、吹き出し出ないでください。いやで、ということでね。はい。で、このチームメイトのところを確認すると、イチローさんとかぐや順番変えたので、こんな感じでね、順番が変わっておりますという話と、マニーとトグさんに関しては、ポジションがそもそも違うので、ここ入れ替えようが入れ替えまいが同じような感じになってます。で、うまく練習が重なってくれると分かりやすいので、ちょっと重なる練習を探りましょう。はい。これがいいかな。まあ、イチローとトグサ、そして小宮くんという感じで並んでいます。で、これもさっきの法則と一緒で、まず投手のイチローさんが来て、で、トグサが来て、で、小宮くんに関しては外野手なんで同じ2年生だけど、後ろという感じになってます。もうちょっと見てみましょうか。もうちょっとイベキャラたちが重なった方が分かりやすいんで、特に、かぐやとイチローさんが重なるとめちゃくちゃ分かりやすいので、そんなんが起きてくれるといいんですが、なかなかね、その、場面っていうのは用意はしにくかったりはするので。で、これとかも分かりやすいかな。式神とトグサの並びはそのままなんですけど、並木、戸塚、まあ、この辺の内野手のキャラクターたちね、まあ、分かりづらいと思うので確認するんですけど、並木に関しては、セカンドのポジションでマニーより、ポジションの優先度が高いので、先になっていて、戸塚くんに関しては、これは名前順かな、おそらく。戸草と戸塚なんで。多分名前順で並んでいて、その優先度が下なので、なんかこれは超新たな発見ですね。名前順とかあったんだ。モブキャラは正直、まあどっちっていうのは関係ないので、宝玉に関しては。まあどっちでも良かったりはするんでしょうけど、モブキャラからあれですね、お餅をもらってる時とかは、ちょっとほんのり関係してくるので、本当にほんのり関係してくるのかなぐらいの感じかなっていうところでございます。まあ本当にお餅もらってると、かけらの関係もあるんでね。そういう風に思うと、まあ名前が、こう、さよなら男作りたいんだったら、頼むからイベキャラたちより上になってくれみたいなお願いをなんかこう入る前にするっていうのはそんな発見もちょっとあったなっていう感じです。という感じの仕様になっているので、まあ必ずこう自分が組んでいるデッキ、そして優先したい宝玉の色味ですね。それに関しては確認しておくようにした方がいいんじゃないのかなっていう感じでございます。で、これとかも分かりやすくて、まあ、かぐやが投手なので一番上、その次にキャッチャー、その次に内野手という感じになっております。まあ、こう考えると分かりやすいかな、本当に。篠田、戸草、小宮という形の並びになっているので、この辺はしっかりと意識してデッキは組んでおきましょうねという感じですね。まあ、投手のイチローさんと、戸草と。いう形になっております。で、やっぱり宝玉に関しては、まあ今はヒアルカの黄色がまあ一番強いとされていて、まあ僕自身もやってて、まあこれが一番強いなっていうのはすごい感じております。で、かぐや入ってきて、まあ明らかにこう天明高校のサクセスって強くなったし、まあ生まれ変わっているので、まあこういった細かい仕様にはなるんですけど、こういったところにも気をつけながら、まあデッキをうまく組んで、うまくね、こう、かぐやのヒアルカのところを活かしてあげるといいんじゃないのかなっていう風に思ってます。それプラスね、サポートのキャラクターたちも光、まあ、黄色の宝玉をうまく入れながらやっていけば、いい形におのずとなるんじゃないかなっていう風に思ってます。僕自身もね、結構なんとなくやっていた、このデッキの並びなんですけど、まあ、これを知ってからはしっかりとね、こうデッキの並びも意識しながらデッキ組むようにしてます。結構ね、他の高校でも多分同じようなことがあったんだろうって思うんですけど、まあ、宝玉の並びとかね、結構デッキの並びがかなり重要なところっていうのは、まあ、今までなかったので、まあ、そういったところでしっかりとこの辺は意識しておきましょう。はい、ということで、今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。